それではこの後ですが、本日最後のプログラムの準備に入らせていただきます。最後のプログラムは日本遺産フェスティバル記念公演と題しまして、日本遺産相当物語の構成文化財でもあります八王子車人形および説教浄瑠璃を披露いたします。八王子車人形は江戸時代末に考案され、一人の人形使いがろくろ車と呼ばれる車を収めた箱に腰掛けて一体の人形を操り演じるのが特徴です。人形の足のかかとにつけられた係を足の指で挟み、右手で人形の右手と人形の左手につけられた輪状の紐、そして左手で人形の左手と頭、さらに指で目、口、眉まで動かします。人形が舞台に直接足をつけて演技ができるため独自の躍動感が生まれ、このような構造は世界でも類がないと言われています。令和4年には国の重要無形民族文化財に指定されました。そして中世から伝わる語り芸能の説教浄瑠璃は江戸時代中期に三味線芸能として完成され、八王子では人形芝居などと一緒に興行されるようになりました。本日ご披露いただく演目は時代物の代表作日高川入合桜から、物語のクライマックスとなる一幕渡し場の段をご覧いただきます。美しい娘が恋に身を焦がし、やがて愛情が憎しみに変わっていく女性の感情の移ろいが見どころです。演じていただくのは八王子車人形西川古龍座と説教節の会の皆様です。それでは間もなくの開演となります。東西東西ここもとご覧に入れます。薩摩派説教節の下代日高川入合桜、演じまするは八王子車人形西川古龍座、語りまする太夫な薩摩九太夫三味線京谷匠。まずはいよいよ渡し場の段、そのため工場東西東西日高の川の渡し場、坂田は受けて
たして食べ、はよはよと呼ばれば、寝耳にびっくり船をさが、目をすりこすりぶちょずら、あだいやかましいなんじゃい、はよはよとぎょうさんそうにたった一人の船賃とって、あっちこっちこっちあっちと船回しちゃ肩がたまらんわい、大地眠たいわい、夜が明けたら渡してやるわい。いえ、夜明けのことはさておいて、ちょっとも待たれぬ急用、道場地まで早う行きたいわいの。なんじゃ、道場地まで早う行きたい、あは、道場地まで早う行きたいといえば、宵に渡した山伏の後を追っかけてきた女じゃな。それなればなおならぬわい。その山伏殿の頼みにゃ、この後から十六七の女子が見えたなら、必ず船渡してくれるな。大手はきつい難儀する。もし渡さばそっちとも難儀しようと、ひっくり返し、おっかっくり返し、おっくり返し頼まれたれば、いつまでいても渡すことはならぬわい、ならぬわいよい。おお、れえ、それは本かいな、たとえ渡してくださっても、こなたに難儀はかけまいもの。思う男は人に寝取られ、私は行かねば焦がれ死に、死する好みはいとわねど、たった一言、恨みが痛い、つらい、悲しや身の上を不憫と思うて、その船に乗せて、私で食べ、慈悲じゃ情けじゃ苦毒じゃぞい、こうじゃこうじゃと
叶わぬことをくどくどとど覚えたりしゃべったり、息筋弾んで眠られぬわい。足元の明るいうちにとっととそこをいないでんの。ただし渡さにゃすっちゃ死ぬる機会。おりゃこの年までおなごの木枯れ人というは見たことがないわい。さらばいながら見物しようと情けを知らずの船尾さんが喧嘩仕掛けと見えにける聞くよりなおも席上げて我が闇闇帰らりょ。この皆そこへ沈まば沈め死なば死ね念力とさで送れきか桃広千尋何のものかは渡ってみせんと水黒い川へザブン。坂巻波をかき分けかき分け揺んでに沈みめてに浮き抜き手を切ってさっさっさ雲を誘える交流の都会を渡るのごとくにて跳ね立て蹴立てて泳ぎけら口より煙吹き出し神逆立ちに振り乱し一年こたるありさまに船をさびっくりは七鳴き声よれ上がるはそれ黒あいいつの間にやらかの女鬼になった蛇になった食い殺されて私かにも命はたまらぬと船乗り捨てて駆け上がり包みがわらを横切りにいずくともなく逃げてゆく残る清姫は難なく岸に泳ぎつき照る月影に身を映し見れば額に角を射立て影も形もあらばこそしばし呆れて立ち上がり、おお恐ろしいやこの無雑誌、もうこうなる上からは所詮
連れそう望みは絶えた。取り殺されて送ってきかとあるところを遺産に道成寺へと急ぎ以上をもちまして日本遺産フェスティバル in 総都八王子オープニングのすべてのプログラムが終了となります。皆様本日お忙しい中でご来場誠にありがとうございました。なお本日から2日間東京多摩未来ミッセでは全国各地から集結した日本遺産のストーリーを体験体感できる PR ブース他関連イベントを開催中です。ぜひ東京多摩未来ミッセにもご来場ください。本日は誠にありがとうございました。